月、まだ花火前なんですけれども、安らぎの方にカラオケのど自慢という番組を撮影していただきました。そして皆さんにたくさん集まっていただける楽しい店です。それではお昼の日中カラオケやってくださってるママさんを紹介させていただきたいと思います。赤とんこさんです。どうぞ。ございます。午前中は12時頃からね、夕方は4時頃までになります。はい、お客さん一生懸命歌っております。1日料金は1100円でございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは夜の方をやっていただいてる、そらさんから、ちょっと紹介していただきます、ね、はい、夜の方を担当しております、そら創生と言います。料金は男性が3000円です。女性は2500円です。で、秋田駅から10分ぐらいで立ちてきますので、南高校のあるすぐそばの日本が開店したと思います。楽しい店ですので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、よろしくお願いします。私はなかなか店の方に顔を出すことができません。あっちこっちと舞台に回ってますけれども、本当にお昼のママと夜のママにお世話になりながら、そして夜私に、私もお客様とお会いしたいんですけども、なかなか無理なので、ぜひ、カラオケとか YouTube とかを検索していただければと思います。どうかよろしくお願いします。あずさあいのカラオケのど自慢。今日は、パブ安らぎあずさあいの店から、収録をさせていただいております。本当にね、このように、皆さんと歌を歌ったり聴いたり、楽しい時間を過ごせるっていうのはありがたいですよね。そしてまた講演会の方たちもたくさん集まっていただいてます。でも本当、講演会の方たちも日に日に歌が上手になっていきます。やはり大きな舞台とか、やっぱり緊張される舞台に出るっていうことは、すごい歌が成長するっていうことなので、緊張する場にたくさん立っていただいて、いっぱい歌っていただいて、歌をもっともっと成長していただければと思います。講演会はそういう形で、歌を、いろんな歌を歌わせていただいて、みんなで成長していこうという会です。もし、講演会の方に入って一緒に歌いたいなという方がいらしたら、ぜひ声かけていただいて入会していただければと思います。よろしくお願いします。今日はまた素敵な歌を、皆様の歌を聞きたいなと思っております。そしてまた皆さんで聞いていただいて、応援していただければと思います。よろしくお願いします。大和さん、月枕。わかったふりで身を引けば、未練くらいはありますか。困った顔覗き込む、それが私を辛くする。男の人が見る夢はいつも女の場所がない。悲しいだけです、悲しいだけです。二人をつなぐ腕枕、
一人を耐える月枕。まただれかいるのなら切れる虹は切ればいい。すがって咲いた花なんて聞いたことなどありません。男の人は瀬戸際でどうせ女を邪魔にする。切ないだけです、切ないだけです。あなたにすがる腕枕。一人で眠る月枕。男の人が見る夢はいつも女の場所がない。悲しいだけです、悲しいだけです。二人をつなぐ腕枕。一人を耐える月枕。ソラちゃん美しい10代。白い野薔薇を捧げる僕に、君の瞳が明るく笑う。いつも心に二人の胸に夢を飾ろう。綺麗な夢を美しい10代。ああ10代幸せの花。昨日なら会ったノートを君に貸してあげよう。優しい君に辛い日もある、泣きたいこともある。
さそれでも励まし合って美しい時代ああ時代抱いて咲かそう幸せの花遅くなるからさよならしよう話し合ったら尽きない二人明日また種へと手を振り合えば他の子たちに夕日が赤い美しい時代ああ時代抱いて生きよう幸せの花365日カラオケ流しの夜が来るこんばんは演歌だけしか歌えませんが夢にはぐれての人にちょうどいい歌持っています涙のお酒はいかがですに冬から春への小樽の夜は屋台の匂いが似合うんだなこんばんは演歌だけしか歌えませんがマイク片手に鈴木の夜を流しに着いたとこ力いっぱい歌います朝日川今夜の泊まりは赤ちょうちんの親父を相手の飲み比べこんばんは演歌だけしか歌えませんが秋に雪に春みぶし釧路帯広苫小牧
まい女心がわかります新藤京子さん夜明けのメロディの命は短いけれど重ねた年月背中に思い喜びも悲しみもみんな人生愛して別れてまたどこかで会えればいい小さな幸せでも大事にしましょうそっと口ずさむのは夜明けのメロディー帰らぬ季節はもう忘れてしまえばいい素敵な思い出だけ大事にしましょうそっと口ずさむのは夜明けのメロディーそっと口ずさむのは夜明けのメロディー夜明けのメロディーLa-l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 a
平亮さん、ゴリ夢中。明日が見えない世の中、平亮さん、ゴリ夢中。明日が見えない世の中だから、自分の道さえ探せやしない。夜の寒さに震えていても、二人の明かりは消さないで、あなたも私も人生迷子さまようこの世はゴリ夢中。どこにどこにどこに夢がある。せめてあなたとははぐれずいたい。生きてる時間に限りがあると思えば、日ごとに不安が募る。焦り苛立つ気持ちをぶつけ、傷つけ合うのは虚しいよ。出口へ導くしるべもないが、手探り合いもゴリ夢中。そこにそこにそこにきっとある。そうよ、まぶしい希望の光。あなたも私も人生迷子さまようこの世はゴリ夢中。ここにここに愛がある。せめてあなたとははぐれずいたい。せめてあなたとははぐれずいたい。
尾形勉さん、お前にありがとう。ご覧と湯飲みの茶柱を子供みたいにはしゃいで指をさす黒ばかりかけるけど俺に尽くしてくれるやつその笑顔その瞳離さない離さない辛さも言葉に出さないで耐えるお前の強さが愛しいよ抱いた背中のぬくもりが俺の心を惑わせるその笑顔その瞳離さない離さない指は一つも勝てはやれないが愚痴も言わずに暮らしを切り回す家じじまいのありがとう俺の道連れお前だけその笑顔その瞳離さない離さない
新城美也子さん、泊まりに夢あかり。泊まり夢
工藤薫さん、女の宿。手に振る工藤薫さん、女の宿。思い手に降る雨もある、恋に濡れゆく傘もあろう、伊豆の夜さめを湯船で聞けば、明日の別れが辛くなろひと汽車遅れても、すぐに別れは来るものを、わざと遅らす時計の針は、女の人なれ灰になれ、添えぬ恋なら定めなら、浮いて騒いだ夜の明け方は、あずさ愛カラオケのど自慢で、
皆さんから歌っていただいて本当に素敵な歌を聴かせていただきました。そして、パブ安らぎ、あずさ愛の店の昼のママをやっていただいているとんこさんを呼びたいと思います。とんこさんいらしてください。はい、本当よかったね、歌ね、皆さん素敵な歌を歌っていただいてね、素敵な歌を歌っていただいた後にとんこさんからも歌っていただきたいと思います。とんこさんの歌はカルムリです。はい、はい、カルムリ。そして、最後に私 の、 あのオリジナルじゃないんですけれども、越路吹雪さんのラストダンスは私にを聴、いていただいて2曲続けて聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。夢を見ないでくれ、夢はこういうやつ、恋にはぐれてくとぐれた弱虫さ、うぶなお前がもし惚れてくれたとして、二度とあの人ほど愛せないだろう。泣いて恨めばいい、そして憎めばいい、耐えてしまったけど勇気づりカルムリ。人は刃物のよう、人と傷つけ合う、知っていながらなぜ傷が欲しいのか、若いあの頃ならこんな迷いもなく、無気にお前の日へ入り込めたのに、情けし知らずでいい思い上がりでいい、骨の髄まで折れたまらなくカルムリ。もし惚れてくれたとして、二度とあの人ほど愛せないだろう。後を向くんじゃない、会いに来るんじゃない、どうせ明日もまたさまよってカルムリ。
なたの好きな人とどって出した理由は優しい微笑みをその方におあげなさいけれども私がここにいることだけどうぞ忘れないでダンスはお酒みたい心酔わせるだけどお願いね鳩だけは取られないでそして私のため残しておいてね最後の踊りだけはあなたに夢中なのいつか二人で誰も来ないとこへ旅に出るのよどうぞ踊ってらっしゃい私ここで待ってるわだけど送ってほしいと頼まれたら断ってねいつでも私がここにいることだけどうぞ忘れないでララ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 ラ きっと私のため残しておいてね最後の踊りだけは胸に抱かれて踊る忘れないで。はい、最後に。あずさ愛が歌わせていただきましたラストダンスは私にの曲で、締めくくらせていただきたいと思います。本当今日は素晴らしかったですよね。素晴らしかったですね。歌いました。あんだけそっち言ったごめんね。いやもう一回もう一回最初から歌いましたって。いただきました。はい、最後にあずさ愛、ラストダンスは私にの歌を聴いていただきました。本当に、今日は皆さん大変お疲れ様でございました。とてもいい歌を聴かせていただきましたね。だしな素晴らしい。みんな歌手だ ね歌手だですね。素晴らしかったです ね本当に、素晴らしいなと思う。あずさ愛の講演会の人たちはどこへ行ってでもうまいなって本当に言われます。自信ある回だなと思ってます。素晴らしいなと思いますよね。自信はありますよ。マグニチュード 8.5 だ。はい、本当だね。すごい、本当にすごいと思います。はい、それでは最後に、皆さんと一緒に声を合わせて終わらせていただきたいと思います。あずさ愛カラオケのど自慢。